かな、あったあった、これですね、ブラックベルトですね、はい、セガマーク3の、ブラックベルトというゲームをやりたいと思いますが、このゲームですね、実は北斗の拳のね、セガサタン、じゃあ、セガマーク3版の、外国版になってます。はい。これね、はい。外国版のね、だけの、まあ、洋ゲーなんですけども、まあ、内容はね、日本版で言えば北斗の拳と同じね、内容となってますね。はい。はい。まあ、ちょっとね、アレンジされてるんですけどね、はい。こっちの方がね、レアなレアですね。でも音楽違うんですよ、ステージの曲が。背景とね、ステージの曲が違ってて、主人公もちょっとなんか、日本人の空手の、なんか空手のね、一応空手家っていう感じですよね。そこはちょっとまあ、北斗の拳とは違うところだと思うんですけどもね。初めてプレイしますね。初見です。これは中ボスですね。これは北斗の拳にも出てきましたけど、まあ、少々なんか、でも、違いますね、姿が。音楽は全然違いますね。もう完全にもう、こっちのね、外国版オリジナルになってますね、BGM が。ゲーム性はほぼ変わってないと思いますけどもね。これは中ボスですね。倒しました。あれボス倒すとね、少しね回復するんですよ、体力ね。上になんか飛んでくるの、あれアイテム取ればいいのかな、これジャンプで。でも届かないよな、大ジャンプもできないしな。これ3番手の中ボスですね。こいつ弱いな。で、最後がね、4人目はまあ、北斗の拳でいうハートみたいなやつが出てきますけど。なんか若干北斗の拳よりこっちの方が難易度低いような気がするんですけど、気のせいですかね。なんかこっちの方がスムーズにいってる気がするんですよね。もっと手こずってた気がするんですよ、北斗の拳の方が。あ、これ、ハートの代わりですね。こいつはパンチしか効かないんで。あ、ほらほら、すぐ倒せた。こっちの方が難易度低いのかな？これで、ボスですね。これが一面のボスなんや。一応、まあ、あれですよね。顔はでも、ケンシロウにちょっとやっぱ似てますね。大ジャンプできるね、こっちは。これ原作だったらね、北斗の拳のシンがボスなんですけどね。こっちはね、違いますよね。なんでしょうね、このなんか、タオパイパイみたいな。ちょっと見た目、パッと見タオパイパイにちょっと似てる気がしますけどね。中国人っぽい感じ。この主人公が日本人だったとしたら、この敵は中国人っぽいかなっていうね。そういう印象ですね。はい。あれ、こっちの方が優しいのか？なんか北斗の拳で、この信と戦ったらめっちゃ手こずるんですけど、思ったよりうまくいってますよ。こっちの方が優しいのかな？あ、でもそうでもないか。あ、こっからはね、パンチを当てないと倒せないんですよね。パンチ当てないといけない。よし、倒した。必殺技なんですよ、これ。鉄拳制裁やって。これでクリアです。まあこれね、北斗の拳だったら北斗百裂拳ですけどね。ああ、やっぱりユリア出てこないんや。リキって名前なんですね。主人公。敵がリュウって名前で。このクリアの曲は同じですね。この時の曲も同じですね。北斗の拳とね。
ステージスタートの曲の、ああ、やっぱ2面も全然違いますね。2面はね、街なんですよ、北斗の拳はね。全然違いますよね。たまに上に出てくるのは何なんやろうな。力とかなんか飛んでくるやつあるけど。これ中ボスですね。強いとこいく。強い。やばい。というか、体力をこれ回復しないんやな。パンチの方がいいのかな。あ、パンチか。あ、やられた。難しいわ。でも3機ありますね、まだ。まあ、初めてやられたからね。基本的に蹴りの方がいいんですよね、これ。リーチが長いんで。パンチはちょっとリーチがな、短いのでね。でもパンチの方がでも威力はあるかもしれませんけどね。ちょっと強かったな。ジャンボキックか。ジャンプキックの方がいいのかよ。よし、ジャンプキックで倒せた。中ボスか。おお、飛び道具出来上がる。あ、しまった、反対。今反対向いてた。うわ、強いぞこいつは。あー、やられた。おお、2面難しいぞ、いきなり。取れるのかな、上に飛んでくるやつは。アイテムなのかな。でも北斗の拳にはそんなんなかったからね。うわ、こいつは強いわ。うわ、飛び道具はちょっと卑怯ですな。当たってない。よし、倒した。中ボスの強さが一面とは比べ物にならないぞ。まあ、これでボスか。これがね、北斗の拳っていうと、カーネルなんですけど。あ、でも跳ね返せるんや、一応。よし、倒した。悪党撃破。これでクリア、2面クリア。おー、すげえ。北斗の拳でも2面はクリアしたことなかったと思うんですけどね。初めて2面クリアできました。調子がいいですね、今日は。まだあと2機もありますから。さあ、3面初めてですね。北斗の拳の3面って見たことないからな。
ちはね、こんな面なんですね。なんか、空手の修行、ね、空手のなんとか道場の修行場みたいな感じがしますね。敵めっちゃ弱いけど、さっきの2面と比べたら。中ボス。うおー、これは強い。なんか、あれですね、なんていうのかな、ドラゴンボールのなんか、紫総長みたいな感じでしたね。え、これだけ？もうボスなんや。これ多分デビルリバースでしょうね。北斗の拳で言えばね。うおー、めっちゃ減った今。あー、めっちゃ減った。強いわ。じゃあ相撲取りの部下たちやったんや。部下っていうか、手下たちやったんやね、あれ。雑魚はね。おお、難しい。うお、勝てないわ。ゲームオーバー。これコンティニューできないですからね、基本的に。はい、戻っちゃいますね。はい。